NATO をはじめとする西側諸国から、ウクライナ軍への支援はどんどん行われているんだけど、次第にその支援が充実し始め、ウクライナ軍は反転攻勢に踏み切るだけの戦力を手に入れたようだね。特に、アメリカからウクライナへ供与された最新鋭の榴弾砲、M777 がゲームチェンジャーになると、アメリカ関係者も語っており、すでにこの兵器は東部戦線に投入されてロシア軍に大打撃を与えている情報も入手したぜ。かつて、旧ソ連軍の兵器を取り揃えていたウクライナ軍だけど、次第に西側諸国の最新鋭兵器を入手し始めて戦力を強化しているわけだね。各国の支援でウクライナは最新兵器を惜しみなく投入できるもんね。ロシアとの差を埋めるには十分すぎる後押しだと思うよ。一方のロシア軍は最新鋭兵器をすでに損耗し、旧ソ連製の兵器を大量投入しているとも言われているから、ウクライナとは対極だな。そうだね。それじゃあ、今回アメリカ軍が送った一つの兵器が、今後の戦争にどのような影響を与えるのか、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。M777 は、自走車用に牽引して運用される兵器の一つで、正式名称は M777-155mm 榴弾砲と呼称されているよ。ウクライナは、ロシアの戦車や自走砲に対して遠距離から攻撃を行うアウトレンジで対抗しており、戦争初期の時点ではアメリカから供与された携帯型対戦車砲、スティンガーがかなりの効果を発揮したとされているね。スティンガーは、市街地に侵入するロシア軍戦車等に対して、ビルの影などその死角から発射することで確実にロシア軍戦車を破壊していたとのことで、ロシアがキーウなど市街地での戦闘を避けるため、戦線を東部に絞り込んだきっかけの一つとも思われるよ。そして、ウクライナ軍はいよいよ東部戦線、新ロシア派に実効支配されている。東部2州の奪還に向けて行動を開始することになるんだけど、そうなると今度の戦場は市街地ではなく、広大な平原となるんだよね。つまりウクライナ軍は、攻勢に転じるにあたってアウトレンジがより可能な兵器の供給を求め、その求めに応じてアメリカが応じたことで提供されたのが M777 だったわけだな。もちろん、これらの兵器供給に応じたのはアメリカだけではなく、NATO 加盟国を中心に様々な兵器の供給が行われているんだ。例えばオランダは、キャタピラ式で自走する PZH2000 自走榴弾砲を6門、フランスがカエサル自走榴弾砲を12門提供しているよ。カエサル自走榴弾砲は、装輪のトラックに搭載することで容易に移動可能な、155mm 榴弾砲となっており、NATO 諸国はかなりの高スペック兵器を供給しているようだね。でも、今回アメリカが提供した M777 は、他国の自走砲と違い、自走が不可能な兵器なんだよね。そうなんだよね。アメリカは自走することができず機動性の低さが指摘される。M777 を供与するのか、この点については、多くの軍事アナリストが疑念を抱いているよ。とは言いつつも、アメリカ政府関係者は M777 の存在が戦況を一気に好転させる、ゲームチェンジャーとなりうることを確信しているようで、なんと一度に90門の供与を決定していると語っているんだ。ゲームチェンジャーとは、戦況を一変させるという意味合いで使われる言葉だけど、そこまでアメリカが自負する兵器ならば、かなりすごいのだろうと誰もが思うんだろうけど、実はアメリカのオリジナル兵器ではないんだ。そもそも M777-155mm 榴弾砲は、1999年に BAE システムズに吸収合併された、イギリスのビッカース造船技術会社の開発が元となっており、同社が進めていた最新鋭の榴弾砲開発プロジェクト長軽量野戦榴弾砲 UFH で生まれた兵器を、アメリカが自国兵器としてアピールしているわけなんだよね。それでもアメリカが M777 を推しているのは、その後の他国への販売を見据えた行動ではないかとも言われているよ。実際、アメリカ以外にもカナダ統合軍地上軍が M777 の採用を決定したほか、そもそもの開発企業の母国イギリス陸軍でも採用のためのトライアルが開始されているとのことで、今後西側諸国の主力榴弾砲として多くのユーザーを獲得するのではないかと言われているんだ。では、ここで今までのアメリカ軍の野砲について、確認をしておこうか。この M777、今までアメリカ軍がこれまで主力野砲として運用していた、M198-155mm 榴弾砲と、性能面では大差がないとの声も多く聞かれているよ。例えば、野砲の重要なスペックである最大射程で比較すると、M198 が通常弾である M107 榴弾を発射した際の最大射程が 22.4km であるのに対し、M777 の場合は 24km と、さほど差があるとは思えないんだ。そして、野砲において欠かせない発射速度で比較してみても、M777 の発射速度は M198 と同じ分間4発となっているので、正直言って何がどうすごいの？
と言いたくなるスペックってわけ。余談だが、陸上自衛隊で運用している FH-70 を比較対象にすると、最大射程に関しては M777 と同等の 24km なんだが、発射速度は分間12発と、日本製兵器の方が M777 より格段に優れている部分もあるんだよな。そんな兵器をなぜ、今更ゲームチェンジャーと、銘打ってウクライナに供与することにしたのかな？その答えは重量にあるようで、運用面においてウクライナ軍でも十分運用が可能な、軽さを持っている兵器であることが要因にあるようだね。そもそも M198 の重量が 7.162トン、自衛隊の FH70 は 7.8 から 9.6 トンなのだが、M777 はこれらと比較すると、改良型でも 4.218 トン軽い 3.7 トンとなっているんだ。重い兵器と軽い兵器で言えば、当然後者の方が運用面では有利になるよね。例えば、列車やトラック輸送を余儀なくされる兵器より、ヘリコプターや輸送機に積み込んで輸送することができる兵器の方が、当然機動力もあり、速やかに前線を構築することが可能だし、そして M777 は、その軽量ゆえに UH-60 ブラックホークや、UH-1N ツインヒューイなどの中型汎用ヘリコプター、テルトローター機の V-22 オスプレイでも、機外に吊り下げて輸送することが可能となったんだ。でも、ここまで見てもアメリカがゲームチェンジャーと、呼ぶようなメリットはあまりなさそうに思えるんだけど。そうだよね。でもアメリカがここまで強気なのにはもう一つの理由があるからに他ならないんだ。実は今回の M777 には、アメリカで開発された最新鋭の砲弾がセットで供給されることが決まっているよ。その最新の砲弾は、かの政権になぞらえて M982 エクスカリバーと呼ばれており、アメリカのレイセオンミサイルシステムズ社とイギリスの、BAE システムズ AB 社によって開発された、衛星利用測位システム GPS を利用する、管制ナビゲーションシステムにより、精密誘導が可能な砲弾なんだ。つまり、ロシア軍がどこにいようとも、衛星からの情報をもとに誘導して、目標を撃破することができる、まさに政権の名にふさわしい砲弾と言えるよ。そしてエクスカリバーは、約 40km から 57km の最大射程を誇り、半数地中海 CEP はおよそ5メートルから20メートルとされる驚愕の精密さを併せ持っており、砲弾に装備されている折りたたみ式の滑空翼によって、発射された後に標的へ向かって、高位学弾道飛行船の頂き部から、滑空しながら射程距離を伸ばすことができるため、敵軍が気づいた時にはすでに目標が破壊されているという、ステルス砲弾と呼んでも差し支えがないスペックを誇っているんだ。エクスカリバーが M777 と一緒に運用されれば、ウクライナ軍はロシア軍の榴弾砲に対して、アウトレンジからの精密誘導が可能となり、戦況を大きく変化させると言っても過言ではないだろうね。さらに、ウクライナ軍が電子戦においてかなりの能力を持っていることも、アメリカがエクスカリバーの提供に踏み切った要因とも言われているよ。もともとウクライナ軍は ICT 技術が高いことが知られており、すでに今回の戦争でもドローンを使った爆撃により、補給線を破壊する効果を上げており、ロシア軍は補給が思うようにいかない状況に陥っていることが明白になっているよね。安全なところから誘導された砲弾が確実に目標を捉えるというのであれば、これに勝るものはないからな。ロシア軍のロートルな兵器や戦略では、もうウクライナ軍に太刀打ちすることができないのかもしれないぜ。ロシア軍の窮乏ぶりは、投入されている兵器のロートル化にも見え隠れしているもんね。最新鋭戦車がどんどん破壊されている状況の中、ロシア軍はかつての冷戦時代の主力戦車である、T-72 や T-80 を前線に投入しているとも言われ、実際に T-72 が、破壊されている光景がウクライナ軍の SNS にアップされていることも確認されているよね。T-72 とは、その名の通り1972年に正式採用され、すでに50年近く経過しているロートル機なんだけど、現在でもシリアやイラクなどの中東諸国では、一線級の戦車として運用されており、かつてのイラク戦争や湾岸戦争ではイラクが、大統領警護隊の最新鋭戦車として T-72 を運用していたんだ。1990年当時の最新鋭戦車、まあ、登場より20年も経っていない状況であれば、確かに最新鋭戦車と名乗っていいんだろうけど、その頃でもアメリカ軍の誘導弾に、あっけなく破壊されている光景が見受けられたから、2022年の現在でどれだけ戦力になるかはもう言わなくても答えはわかるよね。つまり、ロシア軍はここまで追い詰められているってことだね。確かに、軍事兵器を生産する技術や資源は有しているものの、最新鋭の戦車に欠かせない電子機器や電子部品を自制する能力は持ち得ていないからな。自国を守る最新鋭戦車の電子機器の大半が、西側諸国の電子部品によって構成されている。
このような状況で、西側諸国を敵に回して戦争ができるのか。ロシアは自問自答しなくてはならないんだけど、それがまだできていないことは事実だろうね。そして、ロシア軍の弱体ぶりを見切ったウクライナ軍は、明日にでも大規模攻勢を仕掛けてきてもおかしくないと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。